トイレ行ったえ、こんばんは、どうも。え、どうも。リングらっしゃい、ノノいらっしゃい、ガオいらっしゃい、ソリちゃんいらっしゃい、ナカちゃんいらっしゃい、ミースケいらっしゃい、ミカちゃんいらっしゃい、サファイアいらっしゃい、あとコーラとアイスコーヒー。すいません、僕で申し訳ないですけど。お会いできる。足首大丈夫。もう全然歩けるよ。歩いてるうちにね、治ってった。広いです。暑いです。いやー、楽しかった。あ、ちょっと立ち行こう、今刺そうと思ったところ。来て。すぐ来て。今から反省会というか、まあ別のように今、まあ試合についてもちょっと振り返っていこうかなみたいな。言われたら何も言えなくないから、やっぱ、あ、そうだなって思った。普通に才能はないやろ。リーダーして。ないでしょ。これ何なん？どこで？やっぱパソコンの見方わかんねえな。しかとっちゃうわ。リングレス。これ閲覧とかどこで見るの？おめおめありがとう。マカイでした。頼んだ。コーラアイスコーヒーです。コーラです。コーラ頼んだ。とりあえずコーラです。俺ジントリックって言ったんだけど。あ、ジントリック酒飲む？うん、俺は飲もうかなと思って。パソコン配信だよ、俺は。画質いいでしょ。当たりますか、捨て頃。そやな。声聞こえる？みんな。理想取らないの？いや、もうええかな。取れるもんね。毎月取ってるんすよ。毎月取ってるじゃん。余裕だよ。だって、あれだもん。こいつさ、2ヶ月ぐらい前、初日に取りやがったんだよ。取ったよね。1ヶ月前 ?2 ヶ月前 ?1 ヶ月前な。1ヶ月前か。あれ、金梅さんがさ、そのサボっててさ、そう。ええタイミングだったわね。めちゃめちゃいいタイミングで撮ったよね。今面白い配信ないんだ。それは俺らの責任ではないかな。自分なんかバイトの上の人に電話が来たって。音大丈夫？聞こえる？敬語使ってんの初めて見ましたって言われたの。それ最近どうなの？あ、そうなんだって思った。あ、重症使ってる。あ、違う。敬語使ってんの珍しいですねとか。オッケー。いいねみたいな。そういう電話で言われた。あ、そうなんだ。私、敬語使わない理由がどこにあるかと。パルカはどうなの？パル？パルパル？なんか一緒に会いたがっとったけど。え、どういうこと？会いたがっとった。会いたがっとったっていうか、ちょっともう、あの、もう一回、もう一回喋りたいみたいな。いや、だからずっとなんかあのタバコ吸うスペースあったじゃん。コーラと、はい、コーヒー。じゃあ2つ置いとこう。乾杯。ケビン、ねえ、あ、すいません、灰皿もう一つください。ねえ、あのパルパルがずっとなんか話したそうにチラチラ見てるから、お喧嘩売ってるなと思って思いっきりメンチ切ったの。そしたらもうハッみたいな感じで座っていなくなって、また近くに寄ってきて、みたいな感じで来るから、だてめえやんのかこの野郎って、メンチ切ったら去っていなくなるっていう。俺はもう遊んでたの。もう要は謝る気満々なのパルは。ね、あの写真撮影でブワーって並んだ時やったのか。
その時、石川紀之さんど真ん中だったじゃん、一番後ろの。それ、石川紀之さん、俺、パルパルだったの。で、パルパルがずっと、あのって言って、だから、あんたてめえやんのか、今ここで、って、遅くってな。でも、あんまりにもビビりすぎてかわいそうだったから、あ、いいよ、って。そうなんだよ、って。で、話したよ。気にすんな。はい。サイ、なんとかサービスとかグループのあれサイに一回春、今キャスで喧嘩してんの、はい、ダメだなあいつスタイルは変えないんだ。パルパル結構いいやつだよ。いや、ヘタレだろヘタレだろ。配信外で謝ってくるとかダメぞ。サボちゃんいらっしゃい。スルノシンがみやびにボコボコにされた。いや、まあそうなるでしょ。だってねえ、今までずっと鍛えてたわけだから。俺は返り討ちになるぞ。許せない。これが見てる伝わってないけど、伝わってないけど、焼肉食ったよ、めちゃめちゃうまかった。ごちそうさまです。ごちそうさまです。え、ねえ、なんで買えない、買わないのみたいなのを言われて、自分意見言ったんですよ。じゃあなんでそれ伝えないの。アリス、アリスって何の話してんの。伝えないっすよ、なくないって。アリス、アリスって何かあったの。え、でもさ、前のことでもなくない。でも伝わってそう思うとかじゃない。逆になんで英語じゃないんですかって聞かれてるだけで伝わる。え、そう思うんだけど。なんやかんや楽しかったね。楽しかった。なんやかんや楽しかったけど、もう二度と出たくない。もう無理。次やるんやったら俺もう練習するよ。もう普通に練習するよ。この中でおかしいなって思って、そのままでなんで歯医者がおごるんだ、意味わかんねえだろ。こいつお前いくら稼いでると思ってんの。珍しいかな、肉めちゃめちゃうまかったよ。いきなりあの態度はねえわ。だからこれに関わってくるんだよ。でもなんか、でもおいほうがいい。自分本当そう思うから、え、別になんかなんで言わないといけないの。もう確認、病院行ったの。結局病院行った。で、なんだっけ、打撲。でも結構足見てるとえげつないよ、腫れ方。腫れてるの。俺はな、もうこんな、どれくらいだろう、これくらいの腫れを、これくらい腫れてて、で、配信がしたら次の少し引いて、今はもうなんつうんだろう、固まっちゃってるよ、ゲーム座の。あの、強くなっちゃうやつ。そうそうそう。で、ストレッチしないとこれもうあかん感じね。お客さんいらっしゃい。今頃俺が病院だったろうな。っていうか、俺もトレーニングしなかったら、もうボッコボコにされてたと思う。ほんと、1ラウンドの1分ぐらいで多分2回ダウン取られてると思う。練習しといてよかった。軽い怪我ですが、お疲れ様。リスワン狙えばいいのに、そっちで開けば。ああ、大丈夫。いや、もうだってアホみたいなやつだって、いろんな配信者おる。なんで使わないのって言われた時には、ちゃんと説明できるし。なんだ、リスワン、こうやろ。こうやと、でもこの差だよ。いや、でもこいつらの。あー、そっかそっか。今ナウで回してるのが。いや、だから、あ、だからか。だからワドワド騒いでんだ、あいつ売名したっけ。ないわけではないけど。なるほど、理想狙いか。かっこ悪いな、あいつ。3ラウンドまでいけたら練習成果という。でも勝てなかったら意味ないかって。こんばんは。勝てなかったらダメよ。え、自分が、え、そうだね。じゃあ、ズイコは、みんなのサンドバッグだみたいな。え、自分は、敬語だから嫌がるじゃん。いや、それ以外は食べてる。諦めたっていうか、余裕で取れるから、このクラスは。あんなね、売名に必死の荒野と一緒にしない方がいいよ。クワッチ配信長いから。それもあるか、それも1個の意見。で、もう1つの意見が、いや、だから、俺のリスナーが欲しいんだよ。
リスワンが欲しいよ。リスワン取りたくて必死なの。やらせといていいよ。すいません。すいません。タバコ売ってます。タバコ。それちょうだい。メソブでいいよ。なくて年齢だけ、年齢の話で1歳年上だから敬語使えよっていうのは違くないっていうのはあるっていう。リングの上立つとほんまに違うで。でも緊張はなかった。そうもない、ない、全くない。だから勝った瞬間そんな緊張はなかったけど、なんか俺らはほら慣れてるじゃん、大人数の人に見られたりとかさ。だから職業から緊張は絶対しないよね。後で説教しに行くよ。後で乗り込むから覚悟しとけって言っといて。後で俺乗り込んでやるよ。体重何キロやった？俺は76かな。あー、じゃあ16キロ差か。やっぱでも今の超不利だよ。16キロ差であの蹴りは えげつないよ。自分の意見だけど腕相撲しんの俺弱い。要は運動神経ないって瞬発力がないの。だから体の動かし方知らない、神経が通ってないんだよ。絶対負ける。いや、もうやっぱり学年が上の人は下の人には近いっていう雰囲気あんじゃん。でも忘れ最新全体ミーティングの気持ちがする。それはプロデューサーに言われたの。全然違うもんな、こっちが。俺の方が太いよ。全然太いもん。いや、手数が少なかったからさ。いや、後で乗り込んでやるから楽しみにしといて。どういうこと？いや、結果はシビアだよ。まさか 3分3ラウンドみっちりやると思ってなかったもん、こっちは、ね、KO できるという感覚だと、うん、蹴りで。そう、いやもう1ラウンドでもう一得そうやったんやけど。あ、そういう感じだったんだ。そう、だからもうそれはだってさ、俺わかんないもん、そういうの聞かせてよ。どういう感じだったのかとか。結局、あのスパーリングで立ち行くから押してもらったフックストレート、はいはい、これね、そう、あれ一発もやってない。やってない。で本番になるとやっぱ足が出るって。あのね、練習したことって忘れる。全部俺もジャブとか打ってないの、全く。頭でかいから。あとはもう一発もう重いやつださえ入らんだらいいから。もうだって体重がすごいあれめっちゃ気になっとったから、うん、一発入ると多分死ぬなと思ったね。多分は一発入ったんだよね。それだけもうちょっと右が入ったらね、多分ねいけたと思ったけど、当たる感覚はもうなかった俺には。当たるっていう感覚はない、まさか。今から荒野の話したやつ全員ブロック入れるから。今から荒野の話したやつ全員ブロック入れるから。まあ、大丈夫だよバッコ。荒野の話入れたやつ全員ブロック。俺はもう思ってた数倍キックが重たかったのと、あと距離が遠かった。その顔も足もなんだけど、もうだから入れないっていうか、なんか3倍ぐらい遠く感じた、思ってて。3倍ぐらい。すごい遠かった。1人3000円。
こんばんは。もしよかったらフォローしてください。こんばんは。何回も俺あれ YouTube 見とんの。めっちゃ見とる俺。見たよ。何回も見るよ。何回も見た俺。それニヤニヤしてんだろ。逆だよ俺は。あれを見るたびになんでここで攻めないんだって自分をこう悔しくて。俺5000円しか持ってない。何回も悔しい思いしてるよ。何回も見ちゃうよな。ありがとう、あの猫ありがとう。いや、かかと落としなんかやる余裕なんかないよ。あれハイキックでも難しいよ。まあ、ハイ一発打ってるけど、俺バスケ入ったけど。スパーリングとね、全然違うね。お客さんに上がるとかじゃなくて、もう目の前の男にもう変わるの。なんか喧嘩になっちゃうの。だから本能で戦うとか気持ちの強さとか、あれ本当だよね。全部出る。俺は気持ちで負けた。リングにね、上がってビビるとかはなかったよ、お互い。ゴング鳴った瞬間の目が合った瞬間に、うん、でも攻めたかんで、いきなりショッパー仕掛けてきたかんで、バナレーなのかな、ハートの強さだと思うよ、本番強さみたいな。だから俺は思ったのは、やっぱね、さっきも話してたんだけど、3ラウンド目のゴングが鳴った瞬間のあれやな、これはここしか分かんない。分からんよ、うん、だって因縁なんかないんやん。そんな2人で笑ったんだよ、そう似合って。3ラウンド目 あれをね、説明してくれって言われても何とも言えないね。来た来た、そう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 、3ラウンドか。でもね、俺の気持ち言っていい、あれをまだまだやりたかった。4ラウンド、5ラウンドって本当にどっちかが倒れるまでやりたかった。俺はこいつとなんかね、そういう不思議な感覚なんだよね。お互いそのリスペクトがあって、なんかもっとやりたかった俺は青山と。お疲れっす。またやったら、ね、もう二度とやりたくない俺。その時はそう思ったけど、もう二度とやだ、こんなの。はよ。え、無視？何が？仲良くしてねっていうか、もともと仲いいから。ありがとうございます、花火ありがとう。覚えてないっていうのが意外だった。あの右フックか右ストレート、まあフックだと思うんだけど。あ、それはあの、うん、って答えあんの？あの覚えてる、覚えてる。そう、あれがそう、あのスリップして、うん、でそのあと飛んでって、かわしてコーナーのところでバッシェア入って顎ずれて、やばと思って。あれは来たと思ったけど、倒れると思ったでしょ。 それくらいやばかった。あれね、要は ここだったらアウトだったの。ここだったの、顎の付け根で、ガキュッってで、噛むじゃん、噛み合わせずれてんの。あれ俺の顎どうなってんのみたいな。あのフックはやばかった。あれ顎先だったら多分もう速攻沈んでると思う。脳震盪じゃなくてね、要はね、ここにガキュッて入ったの。ガキッてカメラにうまく映ってないんだよね、あれ。うん、あの V の方で。そうそうそう、うん、やばいよ、本当にめちゃめちゃ痛かったもん。250円あったしさ、やばい。
今すぐ4ラウンド目始まるの。バチならね。いや、あれは本能でしょ、前蹴りは。いや、もう前に、距離取ろう、距離取ろうっていう。絶対来ないでしょ。あれ、練習してる蹴りじゃなかったもん。それより、もう俺は前蹴りで牽制してるから、あれ、ロー打ってた、倒れてたよ。あの、ローが嫌だった、俺は。前蹴りはね、もう、全然、一発も当たってない。もうローが超嫌だった、とにかく。えげつない、こいつのロー。財布泥棒っつってもこいつ俺の3倍4倍稼いでるから何で俺が財布泥棒なんだよ分かんないけどなんか財布泥棒そんな盗むほど困ってないんですけどいやー練習してよかった殺されるところだったよでもね、全然近づけなかった前蹴りで近づけなかったわけじゃなくてあれは全然怖くなかったのそれよりもやっぱりローキックとパンツが飛んでくるのがすごい嫌だった入れないの中に前蹴りは折れないあの溝落ちとかに入って要はボディと一緒だねうまく入ったらあとはもう距離を置く感じでポーンって跳ねるジャブ代わりやったそうそうそう練習してたら KO 取れてたよていうか才能本当にあるよあの全然強いあ、違う前蹴りってジャブって呼ばれてるんだよ足のジャブって言われてるから正解の本当の前蹴りはジャブみたいに打つんだよ青山言ってること嘘じゃないよ私が朝からだから俺ほんまな行ったらもっとなんか打ち切れてガーってもう我慢して来るんかなと思った来られたら嫌だったでしょ俺はそれがなかった自分が情けないんだよ完全にブルってたローキックはザクじゃないねフックだね音が途切れてる本当にヒカル君とやっても面白いと思うよあの本当に練習するんだったらスタミナが出来上がったらやばいと思うあと技を覚えたら、うん、でもね技を覚えるとなんかスタイル変わりそうな気がするんだよねこんだけ爽やかに引きようねそう大丈夫だよねあと冷静そう冷静にだから怖がってた冷静は冷静だったよだけどそうある程度今日ジリジリっていくけどこっからって飛び込めなかったのよ思いっきり入っていってもうバッチバチ行かないといけなかったんだけど何にもできなかったやばいよしてたよ、俺はアリスさんも帰ったかっこよかったね、ファーソンねちなみに冷静に打てなかったんだって冷静に、要は入ったら倒されるイメージがあったから入れなかった足もあと2、3発もらったらもう絶対立てないの分かってたからだからローが嫌だったの、とにかくローキックをもらうのが嫌だった。俺も死ぬからお前も道連れてで笑ったとこ不気味ですか。
え、パスポート取る？金髪さんかっこよかったけどな。金髪さんパフォーマンスしすぎたんだよ、あれ。要は、ウエーっていうゲイが、和田レフェリーは本当に効いてると思ってカウント始めちゃったの。あれ、スリップなんだよ、どう見ても。でもね、要は配信のゲイ風があだとなっただけなんだよ、あれ。普通に強かったよ。そう、裏ですごい。笑ったもん。あれはかわいそうだよね。配信ゲイで効いてるゲイやったらさ。そうだね、猫パンチになってたね。普通にでもいいフック入ってたよ、バイさん、セブンさんにバッチンって。スリップがダウンになっちゃったのもったいないよ。俺だから楽屋でびっくりしたの、え、もう終わったのって。俺ら次じゃん。そうそうそう、もうちょいアップしようと思って、そうそうそう、よっしゃ始まったかと思って、え、終わったの？遅かったもんな、俺たちの入りが、ね、もうすごい。もう終わったの、もう終わったのみたいな。出番ですみたいな。みたいな。もう10分ぐらい温めさせてよみたいな。気持ちのセットができてないよ。バックハンドブロー、あれ良かったよ。あれ良かったよ。当たるっていうかね、回転系って言うんだけど、右手で左から飛んでくる、逆、要は左手と同じ軌道で飛んでくるのね。左フックと同じなの。で、回られるから、こっちのパンチも当たんないのよ。避けながら左フックが来る感じだから、わけがわかんなくなるの。いや、錯覚起こすの。だからその後右入ってんのよ。逆の方が入ってんの。だからまあ、良かったと思うよ。回転系最初に使ってたのは。登場の時はね、ロハコさんがいなくなったの。で、スタッフとかがロハコさんどこだ、ロハコさんどこだってなって、そう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 、入場できなくて、で、もう僕探してきますって言って入場して、ロハコさんって叫んだけど見当たんなくて、もうライトが眩しくて見えなくて、で、アナウンスでロハコさんいるよってコーナーに行ってなったから、やべえやべえと思って、本当のプチハプニングだ。裏剣出しても OK、ムエタイルールは。ボクシングはダメだけど。違うよ、俺らはレガースって言って足のすね当てあるじゃん、あれを選手全員用意するのできなかったから、1個しか買えなかったから、金牌さんとかと入れ替えてくれって言われたもんね。で、俺らそうだから、俺らのせいじゃなくて運営側のミスなの。脱いだりつけたりがこうスタッフさんがやってて、だからそれプラスロハコさんがいなくなって遅れた。だから俺らのせいじゃないよ、あれ入道遅かったの。運営のミスで、俺らだけじゃん、ムエタイムエタイで続いたの。だからレガースを入れ替える時間がすごいかかったの。俺らの後はほら相撲とかあったり歌とかがあったからスムーズにできたんだけど、そうだね、ちょっと走ったりとか運動とかちょっと続けようかなと思ってる。体が本当に変わったから。次あんなんいつあんだろう、来年って。来年でしょ。来年やりそうやんな。やる気満々でしょ。なあ、だってウハウハでしょ、ベンドさんは。まあでも見たいな、このイベントは毎年続いてほしい。客で見に行きたい。でもなあ、なんかこう今は出たくないんやけど、ちょっと当日とか見る側になってしまったら、いや俺出たいんだけど、出たい、このまま終わりたくない。勝ったからだよ、多分リベンジとかな。俺は出たい。いや、もうチャンピンとやるのはないと思うけど、多分そんなん許されないでしょ。そうそう、来年の6月とかいいんじゃないの。もう一回やりたいけどな。でも青山呼ばれるよ。もうバチバチでレクションしてるやりたい。やりな。ワードオスやりたい。俺とバチバチで練習して。俺なんで俺とやんの。そう、バチバチで練習してやりたい。なんで俺なんだよ。もう決着ついたろ。もう
前蹴り一発も当たってない。それは青山も知ってるはず。前蹴り当たってないでしょ。ローだけだと思う。だから解説に惑わされてんだよみんな。俺はあの前蹴り聞いてないよ。もう右フックのガッチンっていうのと、もうローひたすら何発ももらって、カットも何個か成功してたけど、もう嫌だった。足はセブンさん強いよ。ネチいらっしゃい。いやあのね、敗者の方は出れないって言われてんの。負けたらもうチャンスないって。あ、俺は出れない。あ、そうなんですね。うん、なんか勝った方だから青山は多分狙われる立場だよ。首を青山とやらせろって言われると思うよ。そうなんだよ。なんか俺はね、もうこっから先は出場権利はないです。ありがとう。無理なの。この二人でやりやすい。もしよかったら YouTube で捨て頃和道とか捨て頃テルチャンピーって検索したら出てくるから。もしチャンスがあったらどうだろうね。自分に負けたのが嫌だったんだよね。気持ちよく負けてないから、自分の心が負けてるのがもろ出てるからさ。いや青山にビビったんだよ本当に。俺は呼ばれたら出るよ。チャンスもらえたら出るよ。じゃあ俺金劇2発ぐらい入ってるからね、お前の前蹴りが。だってめっちゃ怒られたもんね。もう金劇がかすってて聞いてはないんだけど、もう金劇絶対入る前蹴りだったから、もう注意してっつって次取るよ取るよって言われた。セブンさんどうなんだろうね。単品練習なしでよく体力持ったな。体力先に切れたとこっちだよ。そう、もうワンラウンド目でもワンラウンド目であたりからもうもう分かんない、もう全然スタミナ切れてる。あそこにボディとか入れたらね、分かんなかったんだけど、怖えのとにかく。マウスピースもな、もうなんだでしょ、もう何回言ってんだろうな。その日の理事に作ったり俺はだからもうずっと練習でつけてた意味分かったよと思う。あれ慣れとかないと無理よ。吐きそうになるの。うえって。今回の敗者は次回予選からって言ってさ。出ようか？え、みんな出てほしい？予選から。出ようかな。トーナメントみたいな。トーナメントでしょ？要は予選でいい試合やったやつが、チャレンジしようかな。出ようかな。出てほしい。いや出るべきや。練習すっか。じゃあ何があるか、何があるか分かるからな。もう出ようかな。出ようか。練習するわ。練習するわ。じゃあ予選でこことやる？違うよ、だから勝者だからシードだよ。いきなり本番でしょ。予選って多分放送回さないで地方大会みたいな感じで、多分放送回さないでやるんだよ、スパーリングみたいな感じで。練習続けるわ。じゃあ OK、 マドリーさんありがとう、フォローしてね。ツイキャス VS フワッチ。あー半年間か。やるか。いやお互い折れてなかった、大丈夫。
重度の捻挫打撲女の人もでかいの12月か、ちょっと練習するか、じゃあ12月偉いな。違うよ、本番6月だよ、予選が12月だ。配信者 VS リスナーって需要あんの？需要ないと思うよ。ないと思うよ。だから前座とかで、これやばいやろ。リスナーさんから、うん、このツーショットやろ。このツーショットいいな。このツーショットにあげようか、これ、うん、このツーショットいいな。これいいな。年末か。これ予選で負けたらもう最低だからな、これ。さらにこれで予選でさらに敗退したらもう笑うでしょ。カチルダありがとう、今ツイッターにあげたわ。いや、ツイッターにあげたからダウンロードして、ツイッターにあげた。予選で負けたら笑うよな、もう弱すぎるだろ。まあでもチャレンジャーだからな。アドのツイッター、俺のプロフィール欄に書いてあるよ、ツイッターの URL は。ヒカルとやりたいな。うん、ヒカルくんとやった方がいい。練習してね。ヒカルとやりたいな。正直ね、今のヒカルくんには勝てない、うん、テレチャンピオンは。俺がもう絶対勝てないって思ったもん。でもバッチバチ、スタミナがもう半端ないもんな。いや、技術いや、気持ちも強いし、スタミナ戻るから技覚えた方がいいって、うん、いや、ローキックしかないんだもん、うん、ヒカルくんもう技いっぱい持ってるから無理よ。首相撲とかうざいもんな、あいつ。ほら、俺のジム置いてよって。なんで連れのジム行かなかったの？あ、連れの同級生。あ、そうなんだ。バチ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 のガチのやつだ。ガチそれ行きづらいよね、うん。いや、あのね、あんまり関係ないよ、筋力は。いや、瞬発力とか当て感とかが大事なのよ、運動神経とか。俺ね、もともと仲いいんだよ、この2人。ハル君は気持ちで勝ったね。技術では負けてたよ、完全に。カル君はもう最後喧嘩だったよ、本当に。すげえかっこよかった。本当、俺はだからなんで青山と戦うのって弁護さんに言ったよ。じゃあ URL 俺のプロフィールにあるって。スワッチで俺のプロフィール見なよ。誰か URL 貼ってあげてよ、俺の Twitter の。ヒカル君まだまだ伸びるけど、普通に強いよ。パワーもあるしな。パワーもあるし、セブンさんに勝ったんだよ。あの経験者に勝ったって相当だからね、3ヶ月であるわ。俺のツイッターの URL あるわ。ありがとう、サファイア。でもね、正直言うとパンチ軽い。いやでも、蹴りはえげつないけど、パンチあれで覚えたらもう手つけらんないよ。
まあでもこいつの場合カウンターがあるからな、目がいいし汗感があるから、だからパワーいらないんだよ。どうもどうも。仲良くなったっていうかね、なんだろう、そういう感じはないんだよな。なんかね、3ラウンドのゴングが鳴った時を見てほしいって。そう。なんだもん。ちょっとこっぱずかしい感じになった、逆に。なんかね、絆みたいなのができたから、なんかもういいやっていう、もうなんか、言葉いらなくなったね。あんまり。あれ、仲良くないと、あれはできやんと思うね。あんな感じにならないよ。2人で似合ってるの。こんばんは、アラブさん。どうも。3ラウンド目のニアはね、面白いよ。フォローありがとうって言った。3ラウンド目はニヤけたな、マジで。セブンさんは空手家だよ。空手ずっとやってた。ダイエットあの蹴り出せないよ。あんなえげつないローキック。いやもうお前らそのハンバーガーと友蔵でこの並びで連れが入ってくのやめてくれるかな。地元の友蔵だろ。もう並びでこうやめて、もうマジで。だから言ってカメラとか、うん、でもねパソコンはレッツノートが鉄板だから、うん、レッツもらった方がいいよ。セブンさんのローいいよね、ヒロリンさんね。一応ありやで、一応あり。どうもトモゾーさん、どうも。キャンピンの隣の人何？すいません。いやもうすげえな、ワドの枠やんか。すげえな、お前らもやめろ。怖いな、もうキャンピンリスナー怖えな。どうもすいません、どうも。俺の枠じゃないやん。わかるよ、それへん。すげえ怖え。すごかったんだよ、試合前とか。テルチャンピンは練習してます、あなたみたいな人には負けません、ディスるのやめてくださいみたいな。怖えーと思って、青山ギャル怖えーと思って、すげえ怒られた。試合の動画見てたんだよ、めっちゃ怖えよ、ほんとめちゃめちゃ囲われてるなぁ。なんならお前対戦相手やったんやからな。さあ対戦相手やったんやから。どうもお疲れ様っす、おめでとう。チャンピンリスナー KP おめでとう。すごかったよね、隣のものは。最近始めたの4年目だわ、配信4年目だわ、そこそこ有名だわ、そこそこ有名だわ。明日知らん。もちろん俺の誕生日会来るやんな。あ、いいよいいよ、行くよ行くよ。お、ま、すげえすげえすげえ、ま、ありがとうございます。お、やば、ファンタスティック、ありがとうございます。あざっす。お、すげえ、やばやば、誰、おやば、ありがとうございます。やば、2連チャン、やば、ファンタスティック2連チャン。あ、これラッシュくる、やば、なにこれ、え、だ、やっば、30発ありがとうございます。ラッシュ来るやつ。
マジで。なんで誰。うおお、あれかもしれん。やば。マジで。あれかもしれん。マジで。この勢いあれかもしれん。ありがとうございます。多分あの人かも。やば、40発。50発。これ300発来る感じの人。いや、した。えぇ、ありがとうございます。すいません、なんか。やば。嘘でしょ。じゃあここの会見俺最高記録、俺出す出す、俺最高記録が70発だったの、この前の。うわ、70発来ちゃった。うわ、やば。お前すげえな。例の人、さっき話してた多分そう。やばいやばいやばいやばやばいやばいやばやばいやばいやばい、引いてる、鳥肌立ってる、鳥肌立ってなくて生えてる感じやばい、ま、おい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 、ちょっと待って待って待って、止まんないんだけど。すいません、ありがとうございます。すいません、マーヤさん、マーヤさんすいません、なんかやばいやばいやばいやばありがとうありがとう。あ、絶対そう絶対そう絶対そう。なんで分かるの。絶対そう絶対そう絶対そう。なんで分かったの。もう お疲れ様でしたって聞いて、あ、そうで、フォローされやん。フォローはしないんで。フォローはされ。ありがとうございました。ありがとうございました。すげえ。あ、お疲れ様でしたで締めるんだ、この人は。ありがとうございます。マーヤ先生、すいません、どうも。だってあの、カラオケ配信で、300発。やば。いきなり、ボンボン来て。やば。マスター、ありがとう、マスター。ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いします。やべえな、ほんと。かっこよすぎるでしょ。100発来た。わかんない。何発来た？何発来た？93発。あ、もう合計ね、たぶん90、91発。うん。やば。シャンピンの歌声聞きたいって。うん。やば。匿名の花火師何人かいるんですか？青山だってすごいですよ。いやまあ、これは、結構聞いてくるな、何人も指で。はい、すごい花火師。すごい花火師だろ。くれって言ったらくれるけど。何人ぐらい。おー、何やねんこれ、何やねんこれ、おー、何やねんこれ、安泰ですね、安泰ですよ、何やねんこれ、安泰だわ、おおおすごい。最近さ、ふわっちの流れから金の話ばっかりだよ、配信者。閲覧の話じゃなくて、もう金の話ばっかりだよ。そうそう、カラオケ配信やってた。ありがとうございます、マスさん。ちょっと捨て頃の予選出れたら、リベンジします。でもいいよね、その本番の試合を知ってるじゃん、うん、もうだからさ、次やったらこうなるっていう対策できるもんね。金の話ばっかりですよ、最近の配信者は。ステッカーいくら売れたとか、ね、あのふわっちで月いくら稼いでるんですかとか、もう金の話ばっかり。チャンピ強かったよ、強かったって負けてんだから。もう蹴られたくない。こいつの蹴られる夢だよ。もう最悪だよ。もう一発目でやばいと思ったの。あのね、レガース薄かったよね。薄かった、めっちゃ薄かった。めっちゃ薄かったの。だからなおさら痛えの。もうね、痛いの、痛いんだよ。重いとか強いとかじゃない。ほぼ素足やね。うん。あれほぼ素足だよ。で、こいつのがね、バチコンバチコン入ってもう、ワドに勝ってほしかった。多分ね、パンツ磨いた方がいいと思う。うん。だからあと避け方をさ、ナジームハメドみたいに避ければいいから、かっこいい声やつとか、反射神経いいから、胴体でかわすのと、あとローのガードを覚えればいいんだよ。
タッカーキックは武器だと思うよ、あれ。涙出るほど笑った。練習の成果全く出てなかったな。ベッドの上でマーヤととか言うやつに出てこえへん。わかるわかる、来ないよね。来ないだけだよね。俺はもう青山とは蹴りついてるから青山とはやりたくない。俺はこいつに負けたって本当に認めてるし、本当に勝てなかった。本当に、あ、強いって本当に思った。練習と本番全然違うね。全然違う。あの、会場で緊張して練習も出ないんじゃないんだよね、なんか。そのこと取れてくる。はい、いってらっしゃい。本当にね、あの会場に飲まれたんじゃなくて、ね、たった一人の目の前の男に飲まれたんだよ。強かった。もうやりたくないね、青山とは。もしやるんだったら本当に自信がついた時だね。目標花火はね、枠終わってから変更してる、これは。よかったよ。でも俺青山とやりたくないってずっと思ってたけど、こいつでよかったって思った。本当に青山とでよかったと思った。なんか なんとも言えないんだけど、あ、こいつでよかったわ、対戦相手って。俺よりね、心が全然強かった。今ふっと思ったんやけど、やっぱ対戦相手やったっていうことやったんやつか。おう、ずっと俺、ビッグを聞いてさ、もうあれだったんや、まだおらんときは。おう、もう対戦相手の目の前やから、あ、痛み感じやんって今。アドレナリン出てんだ、マジで。今、不思議。普通に歩いてったもんね。普通に歩いてったもん、ね、普通に歩いてったもん。不思議だね。これめっちゃ不思議やな、俺が。不思議だわ。普通に確かに今歩いてった。だから、勝った方にはなんかあるんだよ。不思議だよね。普通に歩いてったもん。そうだね。もっと強くなんないと1年かけて。そういうのやかましい。こういうのが関西のノリだよな。東京だと、すげえこと言うな。きつーと思う。なんかあるんでしょ。だから俺と青山の感想真逆だもん。要はこいつは YouTube 何回も見たでしょって言って、俺を見たよ、何回も見たよこいつで、俺聞いたの、お前さって YouTube お前が何回も見てんの、嬉しくて見たんだろうって、自分のかっこいいところ見たくて見たんだろうってさ、そうそう、それって俺お前に負けたんだよ、俺は悔しくて何回も見たんだよ、一緒にすんなよって。せやねん、俺かっこええねんって。ふざけんなよだよね。お前に負けたんだよ。お前に負けたのが悔しくて俺は何回も見たんだよ。青山に負けた俺。デリカシーないわ。そう、目線が真逆なんだけど、ちょっと天然のところあるから青山。俺は負けたね。スタミナは勝ってたんだよ、俺の方が。スタミナは勝ってたんだけど、心で負けたんだよ。心が強かった、青山は。早いな、帰ってくるの。これやった。違うけど。じゃあこれ捨てて。うん、ありがとう。おお、ありがとう。不思議なもんやな、これ。不思議だよ。俺、不思議なもんやな。逆で戦うわけじゃないのにさ。なんかね、要はピリッとするんだろうね。なんか思い出すんだろうね。
長い試合でもね、本当に俺はまだこいつと戦いたいと思ったよ。もうどっちかが倒れるまで何ラウンドでもやりたいと思った。もう終わりかよっていうのはあった。俺はね、もうスタミナがなくなるか、もうどっちか KO して参ったっていうまでやりたかった。喧嘩みたいに。でも4ラウンドはもう絶対無理やった。俺も無理だったよ。無理やった気持ち的に、ね、気持ちは。でも倒どっちかが倒れてるまではやりたかったな。 KO したかったよね。やっぱ KO 勝ちがいいもんな、うん。でもあと蹴り3発入れてたら KO できてたよ、うん、勝てなかった。まあね、素人なりに頑張ったんじゃねえの、わかんねえけど。KO がいいよな。そうそうそう、アマチュアは普通2分2ラウンド、長くてね。普通は3分1ラウンドか2分1ラウンド。で、長い試合でも2分2ラウンド。3分3ラウンドは、無茶ぶり。無茶ぶりやった、うん。めっちゃ長かったもん、ほんま。でしょ。手ついとったもん、俺、最後に3ラウンド、こうやって。呼吸したくてしょうがないの。すいません。はい。アイスコーヒー。はい、アイスコーヒー。はい。家なしじゃないよ。ローも効かなかった。2発インロー入れたのとアウトロー入ってるんだけど、手応えなかったんだよ。そうなんだ。やっぱりあのね、全然つらかった。いや、パスっていう感じでパスっただけなんだよ、当たっただけで。判定は俺らだけだよね。すいません、アイスコーヒー。シロップ大丈夫ですか？ありがとうございます。判定は俺らだけ。あとは全員 KO で決まってる。いや、青山よ、あ、反射神経が異常にいいんだよ。スポーツやってたから、動体視力と。長かったよね。俺ね、立ち行くことやりたいんだよ。次の捨て頃、実は。立ち行くことやりたいっていうのはある。感謝の意味を込めて、本気でぶつかりたい。タチュにはすげえお世話になったから。実はやりたいのはタチュなんだよね。俺は、ずっと言ってるよ。実は次もしチャンスがあったら、なんか敗者復活戦のトーナメントあるから俺出るけど。あ、そうなんだ、ドプリング、ありがとう。売名成功だね。ハンバーガーさん、立ち彦めちゃめちゃ強いよ。青山知ってるもんね、立ちも。両方しとんねん、ちょっとあれだけど。あ、そっか、ハンバーガーさんも格闘家なんだ。そうそうそう。どうなん？いやいい、いい感じなんだ、いい感じ。力的には。多分、それともスパッシュっぽいわ。あ、ね、タチュヒコ1ラウンド特化型の体力だからね。うん、そう、要は手数出してないからスタミナの切れてないの。単純に俺のあの手数不足なだけ。あんな可愛い嫁さんいんのに女紹介しろって、頭おかしいよな。青山が本当に技を覚えたらどんな戦いがするんだろうな。ハンバーガーに教わろうかな。教われば本当に甘えだけど、技覚えるの超気持ちいいよ、うん。まあ出せなかったんだけど俺。
でもね、ドルさんが言ってた、あのね、格闘技っていじめられっ子とか、あの弱いやつが強くなるスポーツだから、本当に強いやつとか才能のあるやつってキックボクシングとか格闘界に入らないんだって。それこそサッカーとかに行くんだって。例えば運動神経あるってことはさ、ボクシングでもサッカーでも強くなるんだよ。だから動いてるマネーが違うんだって。だから一発逆転狙ってる貧困国とかは、本当に才能のあるのはみんなそっちに行く。で、いじめられた経験があったりとか、そういう強くなりたいっていう願望が強いやつだけ格闘技行くんだって。だからね、才能のあるやつは格闘技入らないんだよ。ファイトマネーも少ないしさ、寿命短いしさ、体壊れるし。花山薫、って言ってたよ。サッカーはね、すごいもんね。サッカーの蹴りやったもん、ほんまに。だって見たら全然素手で蹴ってねえもん。今歌舞伎、そう考えるとさ、マサトとかのさ、ローキックとかやばいやろな。やばいやろ。そう、知ってるから分かるよね。やばいやろ。やってみて、もうあんなもん食らったら死ぬわっていうのが分かるようになった。やばいよ。そう、プロの本当の蹴りとか見ると痛みが分かるから。絶対やりたくない。いいよ。あ、折れるよ、多分。一発で折られる自信がある。マサトさんの本気のローキック、折れる。剥離骨折に関してバキッって肉突き出すよ、骨が。二人とも足はダメだね。あやも誰とやりたい？ヒカルか。あの試合で勝ったやつだよ。セブンさん、ヒカル、ドルさん。どれかな。ドルさんいける。行ってみたいな。でも俺見た感じ、まあ、すごいと思ったけど。このハンバーガーってやつ、俺と思ったらほぼ体重なんやけど、ハンバーガーとやったら多分ゴルさんに勝てる、勝てそうな気するじゃん。ああ、そう。そんなに強いの？やばい、やばい。こいつやばい。昔からやばい。こいつ、その昔、まあ、死んだ、まあ、その暴走族の総長が負けた、そのどえらい地区でもすごい強いやつで、そいつが頂点ってやったら、それを勝って、うわ、で、そのハンバーガーが、そいつやり合った、本当の路上で、おで、普通に投げ取ったらしいんで、投げてもう、でもすごいと思う、こいつ、すごいね。あ、でも地元で有名な強さなんだ。あの、そんな世間には知られてない。もう、だからもう地元のヤンキーたちに噂されてるような。まあ、知っとる人は多分知っとる。これハンバーガー、これ最強だよ。10年、3年、柔術1年、ムエタイ2年目。しかも、小学校から中3までみっちりサッカー部。やばいね。やばいわ、それ。でもサッカーはドヘタ。ドヘタ。やばいんだ。
そういうヤバい人は出ないでください。って頃には。たまにやっとる、字幕で。あ、じゃあごめん、俺そろそろ枠切れるわ。じゃあ青山に引き継ぐわ。青山開いてよ、今。充電ある?ある。青山今枠開くからみんな移動で。世の中には強い人いっぱいいるんだよ。いっぱいいるから。でも立ち引くことやらせたいな。あ、そう、そんな、おい、もうあの青山に引き継ぐよ。今青山は開くからみんなお疲れ。花火さん、ありがとうございました。皆さん、ありがとう。最高記録が出ました。100発まであと何発だった ?100 行ってみたかったな。まだ100行ったことないの ?1 回もない。だから、あと7発で100発だったんだけど、いや、すごかったわ。90連発。ありがとうございました、皆さん。お疲れ様でーす。ありがとうね。テルチャンピンの枠で。ワドナウ。ワドナウって感じだよ。お疲れ様ー。お疲れー。ありがとうね。フォローよろしくでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。